はいどうも皆さんこんばんはえタヌバンドしようかのお時間ですちょっとさっきまで風呂入ったんでで噛みすぎてやると血がもう肌弱いんですいませんえちょっと音楽の方もちょっと喋ってるんですけどねなかなかうまくいかなくてでノートとかにこう書いてもねやっぱりちょっと目が もう悪いいいんんだよねうまくいかないんですよすいませんです。でちょっとあのまあ今流行ってるっていうかもう2020年だったか去年ですね流行ったアートっていう女性の方の「うっせな」が結構最近好きですねいやーこの歌は「うっせぇうっせ,うせーうっせな」っていやー共感できましたね。 面白いっすねまだ17歳って書いてましたからえ17歳でこの歌唱力でこの歌と思ってまあ歌詞はほ他の方が書いてと思うんですけど今はやっぱりねでも「あと」ってやっぱり狂言の「」とかそういうやつで「今日の言葉ら」らしいんですよね。でなんかそのアートっていうのは 脇役って意味なんですね。なんか読んだらで後が脇役でしてしてしてというのが主役っていうことになってますね。ただ喋っただけなんですけど一応そういうふうになってました。でちょっと私も携帯変えたバカだったんで久々久々なんですけどアイチューンズ見たらやはり曲がねやっぱり結構 ダウンロードされてますねすごいなあと思って17歳でここまでやるんかってでもなんか「M ステ」出た時は顔を隠してたから見えなかったっていうの書いてましたけど俺見てないんですもんテレビ最近見ないんで大体このあまあ YouTube とかこのチャンネルも調べてやったりしてるんですけど本当は今日はね 本当は第2弾として前回ブルーハーツだったんで今回は趣向を変えて X にしようと思ったんですけど X もまあ覚えるきでは多少言えますけどまあ本当はパソコンあれば映像とか使いたいんですけどねできないからこの携帯1台でやっていくしかないんでごめんなさいすいませんです。 とりあえずね、次はもう X ジャパンを調べて、まあでも X だって俺が社会人になってですからね、まあでも元気が出るテレビとかは出たのは思い出すんですよね。ああ、X も激しいなと思って、初めて見てインディーズでパニッシングビジョンっていうあのなんかなんだレザー。 なんとかってまあ胸のことをカまあナイフとかで「X」とかって書いてるジャケットあるんですけどこれが手が入らない昔 LP 持ったんですけどねそれも売っちゃったかんで、ね、生活のためにでも CD はあったんですけどね貸したらどっか行っちゃいましたでもその後にメジャー行ってそれからまた聴いてて途中でまた ななんんか思思考違うなととっっってちちょっと変えちゃったんですよねそれからまた、まあえっと、ギターの火ではなくなる元ベースの胎児もなくなるで新しくまあルナシーのまあちょっと分かんないですけどね <laughs> すいませんですそれも入って今やってるらしいですけど、まあ、x ジャパン自体が活動はしているんだけどしていない状態になっておりまして。 で昔なんか東京ドームでやった時には X の歌の X のジャンプで東京ドームが揺れたってなんか見たことありましたね。まあ X です X はねもういまだにファン多いし非でもなくなってね。うんちょっとね X も。 ちょっと今聞いてませんけどね激しい曲はでもうっせーなはちゃんとダウンロードしようかなーって考えております以上です今回もこのチャンネル終わったんでもし,しもしよしろしければえコメントとか高評価ボタンとかチャンネル登録の方をお願いしたいと思いますそれではごきげんよう